体の枝が日本上場今月中にするということで非常に楽しみにしております。ノックさんからもメッセージをいただきましてね、本当にお祭り騒ぎみたいにしたいなと思ってます。あ、ちなみに今コピー中なんでちょっとねコピーの音がすると思いますけども、申し訳ありません。このまま続けさせてもらいます。体の枝が日本に上場するとかなり多くの資金がビットポイントジャパンにね入ってくることになると思うんですよ。当然取引の手数料もかなりのね利益を生むと思いますので、そうなるとやっぱりコインチェックですとかビットフライヤーさんも追随するんではないかなというふうに思います。で結果その出来高流通量がかなり増えるから、まあ、私はね値上がりするんじゃないかなと思うんですよ。瞬間的には分かりませんけどもね。でもこういうことをいろいろと話し合うのも体の枝がなんかね、浸透してきたかなっていうところでもありますし、プレセールで購入した方のね確かにステーキング報酬とか、ステーキングをしてないまでもプレセール購入者の現在の含み益の価格ってちょっと気になっちゃいますよね。他人事ではないですけども、なんか数百人から数千人が買ったんではないかなっていうような数字が出てたんですけどもね、ちょっと正確な数字を忘れましたけども、まあ、とにかく億万長者が何十人も何百人もいることは確かだと思うんですよ。いや、そう考えるとね、いろんな時代にいろんなチャンスがあるもんだなと思っております。はい、それですね、8月の23日、日本上場を記念しましてね、ステーキングのライブをステーキングプールを運営されているリプさんと一緒にやっていこうと思いますけども、もしかしたらノックさんも参加してくださるかもしれません。まあ、その時はね、ちょっと何人かの方にコメントいただきたいなと思いますので、よろしかったらノックさんも一言ねお話しいただければと思います。それではありがとうございました。8月23日並びに日々の放送でお会いしましょう。